皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。今回は久々に今年発売予定の新作シムのご紹介。タイトルはファクテロイド。4月29日発売予定の自動化系シミュレーション。今回は先日配布されたデモ版をプレイします。タイトルからしてファクトリー。ファクトリーとアステロイドを合わせた造語ですね。簡単に言えば小惑星の上で工場を作る作品ですね。まさに名が体を表すってやつね。今年発売予定のシム系作品の中で気になっていた一本です。名前からもわかるように自動化ゲームの代名詞。ファクトリオからの影響も大きい作品のようです。自動化系シム好きとしては気になる一作。早速プレイしてみましょう。まずはキャンペーンの選択。最初選べるのはイントロダクションとチュートリアル。違いがよくわからん。まあ実際やってみればいいんですけどね。今回はイントロダクションをプレイします。プレイ開始。目の前に見えるのが今から我々が開発する小惑星ですね。本作のキャンペーンは与えられたミッションを達成するのが目的のようで、今回はガイドに沿って進めていきます。残念ながら日本語は非対応なのよね。それほど難しい英文ではないので大丈夫でしょう。それではプレイ開始。あなたはついに小惑星に到着した。幾万の小惑星から我々のミッションに適切な星を選ばなくてはならない。この遠く離れた小さな世界に採掘設備を建設するのだ。と軽めの導入からプレイは始まります。小惑星を見渡して着陸に適した場所を見つけるのだ。右クリックしたままマウスを動かせばカメラの軌道を変えられるぞ。まずは着陸場所を探せとノータッチです。ぶっちゃけどこでもいい気がするのよ。シム系で最初の拠点の場所は重要ですよ。文句言わずやりましょう。かしこまり。小惑星の表面を近づいてみたい場合はマウスホイールでズームインできるぞ。だそうです。まあ基本動作よね。QキーとEキーでカメラを傾けることができるぞ。マウスホイールを押したままマウス動かすか WASD でカメラを動かせるぞ。お、コンベアらしきサムシング発見。あ、ほんとですね。我々以外にも誰かこの小惑星に来ていたんですかね。チュートリアル的サムシング、硬いこと言わないのよ。小惑星は様々な資源で構成されている。小惑星を見渡して緑の矢印で示された場所を探せ。そこが着陸場所だ。クリックしてパネル情報を開け。うっさいのね。今サムシングを確認してんだからちょっと黙ってなさいよ。あ、なんかすんません。何やら鉱石の採掘ラインのようですね。でもコンベアの向きがおかしいし切れてるとこもあるのよ。まあ先に進めばなんかやることになるでしょう。結構いい加減に進めてくのね。緑色の矢印で示された場所を発見。あ、続けていいですか。うむ、許可する。マザーシップは入植地の中心となる建物だ。初期資源と建設用ボットを運んでくるぞ。着陸場所をクリックしてマザーシップを着陸させるのだ。偉そうな口調は相変わらずなのね。自分不器用なんでこんな言い方しかできないんです。いや普通に口調使い分けてんじゃん。イチャついてないで進めてください。じゃあポチッとな。マザーシップが着陸。初期の建設に必要な資源と建設用ボットを運んできました。それ自分がさっき言いましたよね。大事なことなので2回言いました。まあいっか。いいのかよ。続けますね。ついに船が星に降り立った。しかし喜んでいる暇はないぞ。自動建設ボットがすでにスタンバイ。君の最初の指示を待っている。右上にあるボットのアイコンをクリックしたまへ。なんか急に横兵になったなおい。自分渡された台本読んでるだけなんで。台本あんのかよ。大体ボットって何なのさ。簡単に言えばロボットです。だったらそう言えばいいじゃないの。雰囲気出そうとしてんじゃないのよ。いいからさっさと仕事しろ。すまぬす。右上のアイコンをクリック。ちょっとした冒険としゃれこもうや。端っこに表現があるのが見えるな。緑の矢印右クリックしてあそこにボットを送り込んでどうぞ。おめえどんどん砕けた感じになってくのな。フランクなマザーシップであることを心がけています。この船が喋ってたのかよ。勝手な設定追加してないで仕事しますよ。あそこの表現に矢印が見えますね。じゃあポチッとな。お、ボットちゃんが動き出したのよ。ボットさん表現に到着。ボットが到着したので氷のサンプルを採取するぞ。これがマニュアルで資源を採掘する方法な。画面下に表示されたシャベルのアイコンをクリックすればいいようですね。サンプル採取。この小惑星の反対側に廃棄された鉄鉱石の採掘場があるぞ。探してみいや。え、ボットちゃんが取ってきたサンプルはどうするの？これはあくまでチュートリアルやから別にええねん。なんか怪しい関西弁まで使い出したのよこのポンコツシップ。廃棄された採掘場というのは先ほど見つけたラインのことでしょう。早速移動します。廃棄された採掘場に到着。自分ついとるな。工場の隣の倉庫に鉱石量産残っとるで。しかもコンベアのおまけ付きや。んなことさっき見たからとっくに
じなのよ。あ、そうなんですか。ただこのコンベアベルト壊れとる境な。ベルト一個一個修理してな。ほんでベルトの先の倉庫に鉄鉱石運んでプリーズ。なんかもう突っ込む気もなくなってきたのよ。では始めましょう。まずはベルトが途切れている部分をクリック。さらにもう一度クリックしてコンベアの向きを変更。こうしてコンベアを修理していけばいいようですね。コンベアの修理完了。採掘機がガス欠を起こしとるでな。ソーラーパネル立てて電気作ってや。その前にコンベアの先を少々確認。あ、できれば指示に従ってほしいんですけど。うっさい。あ、なんかすんません。コンベアの先にあるのが倉庫のようですね。倉庫というか平積みしてるだけなのよ。最初はこんなもんで勘弁して使わさい。妙なとこで謙虚なのね。母船の場所まで戻ってきました。お帰りなさい。ただいま。採掘場のそばは太陽光が当たらないので、ここにソーラーパネルを設置します。日当たり良好な高立地。太陽光パネル設置。早速ボットさんが駆けつけて建設を開始。建設完了。次は電力を採掘機に送るのだ。コンベアベルトは電力も送信することができるぞ。近くの倉庫まで送電線を引いて送電網をつなげるのだ。いきなり区長が元に戻ったのよ。自分不器用なんで。それはもう聞いた。さあせん。それでは送電線を倉庫まで引いていきます。ボットちゃんが建設開始。送電線の敷設完了。しかし採掘機にはまだ電力が届いていないようです。倉庫までは送電線つながってるんですけどね。どういうことなんでしょう。あのポンコツシップが孵化してくれたんじゃないの。ちょっとなんか言いなさいよ。この先のサポートは有料です。アカウントの登録と月額料金のお支払いをお願いします。なんかふざけたこと言い出したのよこのポンコツ。今話題のサブスクリプション型マザーシップ。まあ聞くまでもないでしょうから LINE を確認してみましょう。残念。どうやら採掘機と倉庫の間のベルトがなかったようです。ついに気づいてしまったのですね。そりゃ気づくのよ。では改めてコンベアを設置。これで採掘機に電力が供給されます。鉄鉱石の生産開始です。次は Y の隣にボットドックを建設してな。建設用ボットが増えるで。お値段ちょっぴりを高め。損代わり建設がはかどるで。区長が安定しないのねこのポンコツシップ。ボットドックが完成。これで建設ボットが2台に増えました。シフトキーをしながらアイコンクリックすればなんぼでもボット使えるからな。こっから工場でかくする境業産電力必要なんや。太陽光パネルあと5台追加な。はいはい、わかりました。ボットの子らは賢い子やからガンガン指示してもちゃんと全部やってくれるで。だから作業終わるまでいちいち待つ必要ないんや。ボットちゃんの方がよっぽど優秀じゃないの。次は岩石の採掘な。岩石はどこでも掘れる境、適当な場所に採掘機置けばええねん。どんどん説明が雑になってくのね。チュートリアルにはちゃんと説明されていますのでご安心ください。オッケー、いい調子。これで鉄鉱石と岩石の採掘完了。じゃあ次は何をするかって。加工だよ加工。そう、自動化芸だからね。また区長変わってるし。溶鉱炉を設置して採掘機とコンベアで繋げるんだ。溶鉱炉を設置して採掘機と接続。生産設備には適切なレシピが必要なんだ。溶鉱炉をクリックしてカーボンのレシピを設定してみよう。やけに灰な区長がまたムカつくのよ。溶鉱炉をクリック、下のアイコンからレシピを開きます。カーボンのレシピを選択して生産開始です。いいよいいよ、輝いてるよ。その調子で次は鉄の生産行ってみよう。おめえちょっと黙ってろ。倉庫からコンベアを繋いで5000近くまで鉄鉱石を輸送。溶鉱炉を設置して鉄鉱石を鉄に加工します。カーボンに続き鉄の生産を開始。いいよ、実にいいよ。次はカーボンを保管する倉庫を建設しよう。この区長が今までで一番イラつくのよ。溶鉱炉の先に倉庫を建設。オッケーグーグル、次は工場を作って。誰がグーグルじゃい。アレクサの方が良かったですか。おめえいい加減にしろよ。
工場こそ生産ラインの花形、カーボンと鉄で鋼鉄を作るんだ。カーボンと鉄を工場にコンベアで運べばあら不思議、鋼鉄の出来上がり。あら不思議じゃねえよ、当然じゃないの。工場を設置してカーボンと鉄をコンベアで搬入、鋼鉄の生産を開始しました。ただ生産開始したのはいいんですけど、なんかチュートリアルが進まないんですよね。おいポンコツ、なんか言いなさいよ、この先どうすりゃいいのよ。これ以上のサポートは優勝となります。またかよ。作った鋼鉄をどこかに運べばいいんですかね。とりあえずコンベアをつなげて鋼鉄を搬出してみましょうか。お、チュートリアルが進みましたね。コンベアで工場とマザーシップをつないで鋼鉄を10運び入れなさい。あ、母船に運べばいいんですね。反対側に搬出しちゃいました。ププ、逆側に出してやんの、ウケる。お前ほんともう黙ってろ。母船に鋼鉄の搬入開始。コンベアの引き方が少々独特なのでちょっと時間かかっちゃいました。近い場所のコンベアと勝手に繋がっちゃうから、いらないとこ自分で消さないといけないのよね。間もなく鋼鉄の搬入が完了します。よくやった子供たちよ。またなんか言い出したのよ、このポンコツ。さあエクスポートをクリックしてミッションを終わらせるがよい。はいはい、ポチッとな。サラダバーケチ君。言っちゃった。最後まで昭和アナログなフィーリングなポンコツだったのよ。ただいま。戻ってくんのかよ。いや、自分にも届けただけですし。このように決められたタスクをこなしてミッション終了。以上がイントロダクションの内容となります。プレイ内容は以上となります。まだ最初のとこなんだけど、確かにファクトリオチックな感じなのよ。小惑星の上でラインを作るというのがユニークですね。平面ではなく立体上にラインを引く。しかも小惑星だけにスペースも限られています。ミッションの内容によっては結構頭使いそうなのよ。ちなみにこのデモ版って今回の内容だけなの？これ以外にもデモ版用のサンドボックスが用意されていますね。イントロダクションよりかなり大きめの小惑星でお好きなようにラインを建設できるようです。一応建物を100建てるというミッション目標も用意されてましたね。デモ版でもまだ楽しめそうなのよ。本作のリリース予定日は4月29日。当然だけどデモ版よりも内容は豪華になるのよね。使える施設の種類も大幅に増えるようですし、研究ツリーも用意されるようですね。やっぱシムには研究ツリーがないと始まらないのよ。デモ版でも画面は用意されていましたが、攻撃の要素もあるようです。おそらくミッションによっては攻撃しないとクリアできないようなものもあるんでしょうね。なかなか期待できそうなのよ。そうですね、発売もそれほど先ではないので楽しみに待ちましょう。以上、ファクテロイド、デモ版のプレイ実況でした。ご視聴ありがとうございました。おめえもいるのかよ。